なんかその、僕結構みくりさんの前で喧嘩自慢をしてもらってるじゃないですか。先ほどチャンネルの方でも言いましたけど、あの福岡の喧嘩自慢の方から僕に DM して、あの大阪の喧嘩自慢の後に居酒屋で戦った人が、多分俺喧嘩自慢の中やったら一番強いかもみたいなこと言ってたんです。で、実際結構強かったんです。で、それを多分見た福岡の選手じゃない、喧嘩自慢の人が、あの僕もまとめて、あんまふざけたこと言ったらお前もまとめて言ってますみたいな感じで来たんで、これめっちゃ面白そうやなと思って、しわないな、こうかお前も舐めてんのぐらいの感じで来ましたから。確かに、それ面白そうですね。カメラあるなしもどうでもいいからみたいな、とりあえずやらすみたいな、いかつーと思って、ぜひそれまた、多分ね、喧嘩自慢って、まあ、みくるさんが一番最初にやって、で、誰も長いこと真似しなくて、で、僕が急に YouTube にポッと出てきて、で、真似させてもらって、そっから多分喧嘩自慢的なのをやる人めっちゃ増えるじゃないですか。はい、でも僕の中で、まあ、真似して言うのはあれなんですけど、その真似してる人の中では多分一番面白いというか、まあ、再生数も取れてますしっていう、まあ実覚はあるんですよ。だからここでちょっとみくるさんとあの喧嘩自慢同士対決みたいなやれればめちゃくちゃ面白いなと思って。確かに、ぜひそれ、すみません、はい、大事ですよね。楽しみだな。僕も、まあ、YouTube 始めて、まあ、ある程度結構、まあ、確かにお金の面でも稼げるようになったんですけど、ある程度ね。でもどのぐらいなんですか。まあ、まあ500円600円くらい。すごいっすね。だって車買えちゃうじゃん、高級車。買えちゃいますね。何を使ってるんですか、それ。さっき言ったじゃないですか。さっき言ったじゃないですか。でも視聴者の方は知らない。ああ、確かに、はい。まあでもファッションが好きなんで。ファッション2、300。ファッションに、まあまあ200くらいは。家とかどうなんですか。あ、家はね、僕ね、あの、あんまりその住居に興味がなくて、あ、いいところに住みたい欲があんまないんですよ。なんかもう、あんまり家にずっといないんですよ。結構、いろんなとこ移動するんで。来年には移動するんですよ。いや、もうみくるさんが、僕はアドバイスだもんね。物見にするんで、朝からみくる選手を辿ってるんで、あの明日多分タワーマンション住んでますよ。いいっすね。明日多分タワーマンから、あの、ここが、なんで、ちょっと、言葉が出なかったです。言葉が出なかったです。まだまだですね、YouTuber。